サハリンという作品なんですけど、さまざまな民族がサハリンに住んでるようですけれども、で一人一人は本当に、誇り高く、とてもいい表情で、それぞれの人が自分の、長い長い戦争から引きずってる歴史を刻んでるということも伝わりできますし、そして今現在サハリンという地域がどうなってるのかっていうのも、隅々に映っていて、で本当に一緒にみんな一緒に人間としてサハリン人として生きてるっていうことがよく伝わってきます。新田達さんの作品は中でもやはり非常にオーソドックスなドキュメンタリーって言っていいと思います。サハリンを撮ってるんですけれども、ただ行って撮るというだけではなくて、長い間そこで住む人たちとの関係を結びながら、撮っている。でそれも多分戦争ということをずっと考えて、その中で、サハリン、というのをサハリンを選んでいる。でそれは今の私たちが生きている時代に強いメッセージになっているのではないでしょうか。一番になった林田英子賞は新田さんのサハリンなんですけれど、非常に地味な渋い写真なんですけれど、これがまた何て言うのかな、慈愛に満ちたっていう言い方は 変かもしれませんけど、非常にサハリンの今の状況を非常に巧みに捉えてましたね。田さんのサハリンですけども、で中拝見するとおそらくこれ10番のフィルムカメラかなと思うんですけども、その10番のカメラを使ってかなりこう骨太な、ドキュメントな印象があります。とはいえジャーナリスティックな、傾向が特段こう、とんがっているわけではなく、あくまでこう人々、そこに暮らしている人々に寄り添い、信頼関係を、築きながら撮っていることがよくわかります。その点がとても好感も持って持てましたし、評価につながったのかなと思います。あと人物だけではなくて、風景的なこととか季節ですね、春夏秋冬っていうのが結構それぞれ色濃く、撮られていて、特に冬とか、春な感じとかですかね、とてもその印象的で、写真集の構成としてもその辺がよく考えられているなと思いました。新田さんはサハリンの市場で聞いた日本語に、触発され、その真相に迫ろうと現地に何度も通われています。歴史や戦争に翻弄されながらも、家族のためにサハリン残留を決めた人たちの今の姿が実にけなげで、人間の幸福とは何かを考えさせてくれる素晴らしいドキュメンタリーに仕上がっていると思います。心に響く会心の一作と言えると思います。